ちは。こんにちは。いてまえチャンネルです。よろしくお願いします。喜ばれる営業設計士の林です。よろしくお願いします。お願いします。ですね、最近まあよく会社のポストに、はいはい、飲食店舗さんのチラシとかよう入るんですよ。まあ飲食店舗だけじゃないんですけど、ピザ屋とかね。あ、そう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 、ピザ屋さんとかね、結構いつも、まあこれはコロナのね、はいはい、今の時期とは関係なく、うん、もう前から結構ピザの宅配のやつはもうコンスタントに、うん、月に1回ぐらいのペースでは必ず入ってたんですけど、最近はまあ僕らが結構食事を普通に食べに行ってた店とかのチラシとかも結構入っててね、はいはいはい、ああこの店もなんか持ち帰りのお弁当をやり始めはったんやとか、うん、まあまあデリバリーやりますって言って、あ、まあウーバーイーツさんとかね、はいはい、出前館とか、まあいくつかありますけど、はい、まあああいう会社のチラシもそうなんですけど、うん、まあ独自で自分のとこでまあ出前というか配達もやりますみたいな、はいはいはい、をやり始めはったりとかするのが、うん、結構入ってるんですよ、うん、まあ毎日じゃないですけど1週間に1回ぐらいのペースとかではね、うんうんうん、結構どっかしら入ってて、はい、結構こんなとこもやってんねんな思いながら拝見したりするんですけど、うん、まあ、なんかあんまり印象残らへんってあれなんですけど、まあ、近くの、ね、はい、事務所から近いところとかは、うん、まあ煽りがあったら頼もうかなみたいなのがあるんですけど、うんうんうん、まあ、ちょっと離れたところとかだとちょっともう頭からスポンと抜けちゃって、はいはいはい、なんか頼もうかなと思った時はピザかその近くかみたいな感じになっちゃうんですけど、はい、ああいうね、チラシとか広告とかって、うん、まあポイント結構抑えとかないと、はい、まあ、印象残らへんというか、いざ頼もうと思った時にこう思い出してもらえへんちゃうかなと思ってて、はい、まあ、その辺のよく林さんとか何ですか、そのチラシの構成とかのアドバイスとかもやってるじゃないですか、はいはいはい、企業さん、まあ、ちょっとその辺のポイントとか教えてもらえたらなと思うんですけど、はい、ね、今飲食店ね、皆さんしんどいし、うん、よくデリバリーやりますとか、そうですよね、弁当売りますとか、うん、もしくは店の前で弁当やってみたいな、なんかやってありますけど、あれってまあやることは間違いないんですけどね、うん、まあ、夜稼げないですもんね、うん、8時までにお店、はい、閉めなあかんとかね、あれは大賛成ではあるんです、うんうんうん、もともとね、そんな作れるキッチンとかもあるから、はいはい、対象のお客さんを変えるっていう意味で、はいはい、いいとは思うんですけど、ただ言わないと分かってもらえないじゃないですか、うんうん、広告ある意味 ね、 そうですね、営業がいないんで、その際にちょっと気をつけてほしいのは、野谷さんが言わはった、ああここ、うん、デリバリー始めたんかとか、はい、でそれで終わるじゃないですか、うん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 、そうじゃなくてデリバリーを使ってくださいっていう広告に変えないといけないんですよ、はいはい、始めましたっていうお連絡とかお知らせはいらない、はいはいはい、そうだと、いやせっかく始めたのに皆さん、あ、この店がデリバリー始めたんか、うん、まあ苦しいから大変やなって、また頼んだのかなで終わるわけですよ、うん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 、そうではなくてデリバリー始めたんでぜひ使ってくださいと、うん、で今ならこのデリバリー使ってもらった人にはこんなとオファーつけ持って、うん、このデリバリーを目立たせてください、うんうん、お店じゃなくて、で弁当を始めたやったら弁当を目立たせてください、うんうん、高級弁当ってね、意外とまあこの間言った人ですけど、あらり高いんですよ、うんうん、で高級弁当とか例えば500円の弁当と2000円の弁当って何がっていうと、そんなにね手間変わらないんで、うん、はい、材料とかそれはあるかもわかんないですけど、圧倒的に2000円の方があらり高い、うん、だから弁当始めるのはいいんですけど、その弁当を売りましょう、はい、店に来てくれっていうような感じの広告ではなくて、弁当を売る広告、デリバリーを売る広告、うんうん、このお店の広告をやめて、うん、はい、だからね、なんとかピザーラとかなんかありますけど、うん、ピザーラの宣伝じゃなくてピザーラのデリバリーの広告を売る、うんうん、はい、こういうふうに変えると、せっかくやった事業もやったよ、結局チャーシューだけど全然受けへんや、うん、いうことがないくなると思うんで、うんうん、広告の対象をしっかり見極めてやってください。なるほど、よく見てると同じような店に来るような集客のままでやってるんで、うん、付け足しでね、こう始めましたっていうだけで全然目立たないんで、うんうん、そこはしっかり、こっちのが主役になりましたよ、うんうん、ということで、やってみたらいかがでしょうか。承知しました、はい、でも皆さんこれ頑張って乗り越えていきましょう。はい、ではまたよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。